はい。今日はどうすれば検索されるのかということについてやっていきたいと思います。まず、私のブログ、ユーマー千流名言というのは、Google に無視されながら、ブログでだいたい300から600ぐらい1日アクセスあります。それで楽天のユーマー村木の 名言読書案内というのをやっていて、それで2つのブロックで、だいたい1日で600から1000ぐらいアクセスあるんですけれども、まず、内容が全てだってことですね。その、釣りで誘導できるのは一度だけなので、内容がいいとリピーターが増えるってことなんですよね。それで、あと、タイトルで引き付けられるアトラクションがあるってことですね。 それで、それで知りたいと。それで欲求。それ知的なものを魅力、面白いものを感動。そういう欲求を満たすってことと、あと困り事の解決策。それがあるものっていうのは、やっぱり本当に困ってるものっていうのは、やっぱりみんな知りたいわけですよね。まあ、それで僕の6万以上アクセスあるのが、 世界の国名と人名の覚え方っていうのは6万以上のアクセスがあります。そういう、そういう困り事に対してやっぱりいろんなものを人は見たくなります。だから困り事を解決するとか、その知的欲求を満たす面白いもの、魅力的なもの、感動するもの、そういうものを伝えていくといいのではないでしょうかね。以上で、おしまいけるジャクソン。